ユーゴさんの官能領域への接続は本日が2回目となります。ミッションの目標は前回と同じです。記憶の結節の確認、解消をお願いします。さ、行こうぜ。おっと、いきなり出たな。よし、調べてみるか。もうすぐ我々の港クリソンセモグに着くわ。短い間だったけれど、あなたたちには感謝してる。クソ、そろそろテンリミットだ。みんなバラバラにされちまうのか。せっかく夢に一歩近づいたと思った矢先に。俺はペニーウォートの権利者から俺たちの返還請求が来た時だな。今更だが、イルダはあえて俺たちと距離を置こうとしてくれてたんだな。うちのガキどももここに住めたらいいのにな。ペニーウォートとあなたたちとの契約は未だ有効なの。それは子供たちも例外ではないわ。ああ、分かってる。あんまり眩しいんだね。つい、これでどっかの牢獄にでも入れられたら逆戻りだ。最悪前より悪い状況になる可能性だってある。何か手はあるはずだ。クリサンセマムに着くまで本当にあっという間だった。これまで俺はペニーウォートの仲間が倒れるバラバラにされるのに黙って見過ごしてきた。今度こそそれだけは何としても避けてやる。相当焦ってたんだな俺は。でもあの時は藁にもすがる気持ちだった。この後確かみんなに俺の計画を話してイルダに直談判しに行ったんだよな。リブを送り届けたその時、あなたたちが生き残っていること、それを前提条件として契約に盛り込ませてもらうわ。これからは私がクライアントでありパトロンということね。未来あるハウンの諸君。ああ、よろしく頼む。いるだ、オンに切る。こんなハッタリを飲んでもらったからには絶対あんたらに後悔はさせねえ。官能領域内に警備の歪みが発生、構えてください。わかった、やるぞ。ミッション完了ですね。お疲れ様でした。はあ、お疲れ。ちょっとだけ気になったのですが、今回記憶の結節が若干多かったようですね。もちろん許容範囲内ではあるんですけど。少し追跡調査してみますね。そうか、手間かけさせるな。とんでもないです。それでは帰島準備お願いしますね。
ちゃくちゃだったな。俺たちがイルダにぶつけた交渉カードさ。今振り返ってみるとろくな実績も。考えてもみろよ、イルダからしてみればお前とフィムさえいれば。なのに結局全部俺。今でこそ対等なビジネスパートナーに。正直俺は今とことん甘えてたな、俺たちは。それでもあの牢獄を出てようやく掴んだ希望を俺は絶対に手放したくなかった。あの時初めて痛感したんだ、夢を追っかけた先で手にしたものを失うのが。と悪いな、コアエンゲージの検証はここまで順調だ。